8割それ2割が冗談、ギター芸人ダオです。最近人気沸騰中の猫という曲、今回はその猫のエンディングについてね、超簡単に超かっこよく弾く方法をお伝えしていこうと思います。それではですね、どんなエンディングなのかまずやってみようと思います。僕はまた幸せで、この後はい、このように今日はね、皆さんも弾けるように頑張って練習していきましょう。まず最初に使うコードはF というコードなんですけども、この F は結構しんどいので、こっちの F メジャー7というコードに切り替えていきたいと思います。歌終わりにですね、まずこのコードを押さえてください。2弦の1フレットと3弦の2フレットと4弦の3フレット、このように階段のように押さえてください。それではですね、弾き方なんですけども、ピックでも指でもどちらでもいいんですけど、まずこのまま4弦を鳴らします。その後3弦を鳴らします。これだけです。4弦3弦。はい、その後ですね、 G-sus4 というコードを押さえたいんですけども、 G-sus4 は本来このように押さえるんですけども、今回1弦は弾きませんので、6弦の3フレット薬指、5弦の2フレット中指、そして2弦の1フレットを人差し指、このように押さえたいと思います。で、このコードを押さえる際もですね、他の弦に触れないようにですね、立体的に押さえるようにしてください。それではですね、6弦、一番太い弦から2弦までをピック、もしくは指でですね、ここまでいっちゃいたいと思います。はい、そしたらですね、この人差し指を離して2弦を単音で弾きます。サス4を2弦の単音。はい、ここまでよろしいでしょうか。そしたらですね、この5弦の2フレットにいる中指を一回外してですね、これを3弦の2フレットにしてあげます。で、3弦の2フレットを単音で弾いてあげましょう。はい、このようにですね、つなげますと、サス4から2弦の単音、3弦の2フレット。はい、その後ですね、今この状態にいると思うんですけど、この状態で2弦の開放ですね、このまま2弦を単音で弾いてあげてください。はい、 G のところサス4からいくと、6弦から2弦にサス4を2弦の単音開放、中指を下にグイッと下ろしてですね、3弦、そして2弦を単音で弾くと。はい、では F のところからいくと、4弦3弦、 G-sus4、 このように弾きます。そして最後 C というのは5弦の3フレット、4弦の2フレット、2弦の1フレット、このように押さえます。で、この C というのは5弦から2弦までを弾きます。はい、これで完成ですね。簡単ですね。それでは一緒に弾いていきたいと思います。まず F というコード、4弦から G-sus4 に変えて、最後 C で締めくくると。はい、このようにやるとですね、最後エンディングがめちゃくちゃかっこよく決まります。今回は原曲キーということでカポ3にいたしました。前回の動画カポ2になってましたけどもね、カポ3が原キーでございます。はい、ということでね、参考になったなと思う方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日はここまで、バイバイ。